酒びか鳥サケびか鳥は、下処理した鳥をレンの葉でくるんだ後、さらに土で全体を包み、丸ごとろで蒸し焼きにする、中国江南地方の料理。別名として小敷鳥、吹き鳥などがあり、英語で、ベーガー、エスチキンと呼ばれる。サケびかは、チャンスー省、上海市、湖南省、貴州省などで、小敷、物恋を意味する言葉で、サケび花子という地方も多い。 小敷が調理法を考案した料理とされ、その名がある。道系というのは若鶏で、若鶏を使うと、叫びか道系と呼ばれる。蓮の葉でくるんでいることで、肉は柔らかく、味が逃げず濃厚な旨味が出る上、蓮の香りも加わって、風味豊かなことが特徴。ただし、本格的に粘土で固めて調理されたものは、土の匂いが強すぎることで、嫌う人が多い。 これを回避するために、レンの葉と粘土の間に、ナイロンのシートで包むことにより、土の匂いが料理に映らない工夫が通常はされている。この料理が誕生したいきさつが、伝説のように語り継がれているが、大筋は以下のようなものである。秋代の末か、深代の初め頃、チャンスショーツネ塾県の恐れ山のふもとあたりで、食べるものに困った小敷が偶然に鶏を手に入れたが、 調理の手段を持たなかった。仕方なくそのまま泥で鳥を包み、途中に埋め、その上で焚き火をした。その後、鳥を掘り出して食べたところ、柔らかくて、大変に美味な上、泥と一緒に羽も綺麗に取ることができた。これが、きっかけとなって、改良を加え、下ごしらえをした鳥をレンの葉でくるんだ後、粘土で全体を包み、オーブンで蒸し焼きにするという料理法が生み出され、 1882年に、常塾市の山慶園祭館のメニューとなり、蘇州市の大四鹿などの名物料理として定着したのだという、中華人民共和国成立後の1950年代になって、この手法に通じた調理人が、石膏省甲州市の天候老祭館に移り、叫火か同慶の名で国内外の品格をもてなすことが多かったことから、 甲州の名物料理としても知られるようになった。その後、四川料理店や関東料理店などでも出すところが現れ、泥の代わりに小麦粉の生地を使ったり、日本料理の塩釜虫のように塩を使う例も出ている。1 7 5ラム程度の六音鳥か三音鳥の若鳥、または成長を丸ごと一羽用意し、毛を抜き、足先を切り落とし、脇に切り目を入れて内臓を取り出し、 内側を洗って、肋骨が折れるように小槌で軽く叩いておく。醤油、紹興酒、塩を合わせたタレに1時間ほど漬け込む。切ったネギ、生姜を、ラードで炒めて、香りを出し、エビ、砂ずり、豚肉、金華ハム、戻した干し椎茸などをさいの目に切った具を加えて炒め、醤油、砂糖、紹興酒、うまみ調味料で味をつける。 鳥の腹の中に炒めた具とクローブ一粒を詰め、鳥の頭を曲げて穴に差し込み、豚の網油か薄切りした油身で皮を覆い、洗った、レンの葉で全体を包む。さらに、セロハンやタケノコの皮で包む場合もある。外れないように紐で縛る。泥か粘土で全体を包み込む。オーブンに入れ、強火で泥が乾くまで40分間程度焼き、その後は、 弱火で、じっくりと中に火が通るまで2時間程度焼く。焼き上がったら、大皿に乗せて客席に出し、木槌で泥を割って取り除いてから、レンの葉を開いて切り分け、ごま油をまぶし、白ネギ、天面醤と共に食べる。石膏小経、ネイシ属自治県の種属には、さつまいもをはす、または、里芋の葉で包み、稲わらなど縛り、泥を塗ってから、へっついの灰の中に入れて作る。 泥葉版書という焼き芋がある。リヒサ編、現代看護方言大視点 P943、2002年、南京、チャンスー教育出版社、総のり焼き、港南美食用上端、P106 は、数定年間とする。土副祥、社格名編、中国名食百科 P1187 の記載のように、盗んだとする言い方もある。総のり焼き、港南美食用上端、 P106 石膏大学出版社2010年梅松化属飲食文化 P81 P309 学園出版社2010年ありがとうございます